ルロックルは、スイスのヌーシャテル州にあるコミューンで、ルロックル軍の軍庁所在地である。日本ではルロックルとも表記される。その中心市街は、隣接するラショードフォンの中心市街とともに、ユネスコの世界遺産リストに登録されている。ルロックルは、フランス国境と接しており、国境を越えると、フランスのビエイコールイコールラックである。スイスの連邦統計局によると、 面積は23.06平方キロメートルで、その16.0%が、住宅地やインフラストラクチャー、53.8%が、農地、29.10%が、森林、0.2%が、有給地である。ルロックル市内には、ルコルイコールデイコールロシュ、ルクレディウイコールロックル、ルコロゾ、ラジャリュズ、ルプレブ、ルカルチエ、レルプラットなどの町がある。 隣接するコミューンは、レブルネ、ラ・ショード・フォン、レ・ポンド・マルテル、ラ・ショーデュイ・コール・ミリュー、ル・セルヌイ・コール・ペキニョである。ル・ロックルでは、17世紀以来、時計製造業が営まれてきた。半ば伝説化した起源によれば、1679年に、ロンドンからこの地に初めて持ち込まれた懐中時計が、壊れた時、手先の器用なダニエル・ジャン・リシャールが修理を担当した。 ジャンリ・シャールはその縁で仕組みを分析し、独力で時計製造を行うまでにこぎつけた。その彼が腰を落ち着け、後継者を育成したのがルロックルであった。町は1833年と1844年の大火で消失した後、5番名上の都市計画に基づいて整然とした町並みが形成された。市の中心部は、 隣接するラ・ショード・フォンの中心市街と共に、2009年に、ラ・ショード・フォンとル・ロックル、時計製造業の都市計画の名で、世界遺産リストに登録された。連邦統計局によれば、ル・ロックルの人口は1148人である。人口密度は440人、平方キロメートル。以下のグラフは1850年から2008年までの、 人工胴体をまとめたものである。リュージュクレットバイオン28、ハンス・クリスチャン・アンデル専門上には、ルロックル時計博物館がある。この博物館は、特に17世紀から18世紀の振り子時計や、自動巻き時計のコレクションが充実している。エアリアル・スタチスティック・スタンダード、ゲメーン・デ・ダテン・ナーハ・ヨン・ハウト・バラ・イコン、ハット・スイス・フェデラル・スタティスティカル・オフィス・スタッドタブ。 オンラインデータベース、スタンデージウントニクトスタンデージウォンビボケアンナーハ、インスティチューショナラングリエドランゲン、ジビュールトソートウントシュターツンジャホリジキリートアクセスト、30オーガスト 2016AB、スタチスティークデラスーパーフェカ。スタンダード、ドネカミューナリーズソランヨンドメインズプリンキポ、アーカイブシュールオフィスフェデラルデラスタチスティーク、コンサルトル13-01-2009 ミシュラングリーンガイドスイス実業の日本社、1991年、ピアニッシモ、69から70イコモスピー204、ビーロンデラポピュレーションデゾドンテペルミネンテソラン、レディストリクツイデカミューンズアーカイブド2010年7月15日、アットザウェイバックマシン、アーカイブシュールオフィスフェデラルデラスタチスティーク、コンサルトル13、01、 2009エボリューションデラポピュレーションでカミューンズ1850から2000オフィスフェデラルデラスタチスティーク13-01-2009閲覧アクセスデートイコールの日付が不正です一とじ研究所16世紀から20世紀のスイスト系実業の日本社ありがとうございます